土木職っていうのにすごい限られた仕事じゃないことも経験できるので、そういったところが面白いかなと思いますね。茨城県のその土木職なんですけど、一応道路とかその河川とか、あと港湾、上下水道、あと公園とかですね、そういう公共インフラの整備とか管理っていうものをやってまして、で一応今私の方その都市整備課の公園緑地グループっていうところなので、もう名前の通りその公園の管理とか整備っていうのを担当しているところになります。県営都市公園、偕楽園とか皆さんご存知だと思うんですけれども、偕楽園って一応茨城県営公園になってまして、県営の都市公園と呼ばれるものでして、そちらを中心としたその県営都市公園の管理の部分が自分は中心になってますね。その管理にかかる予算の調整をしたりだとか、管理私たちだけではやりきれない部分を委託という形で外部の方にお願いしたりっていうのを担当してますね。私は農学部を専攻していて、もともとバイオテクノロジーとか遺伝子組み換えとかそういうのをやっていて、全然土木に関係した勉強とかしてたわけではなかったんですけど、で茨城県の公務員の募集とかを見てた時に、募集する職種とかをこうずっと見てた中で、土木っていう部分に目が止まって、で土木職ってどういうことしてるのかなっていうのをこう見てた時に、やっぱりその公共インフラの整備とか管理っていう部分、もう自分たち当たり前のように接してたものに対して整備とか管理をやってるお仕事っていう部分にちょっと興味が湧きまして、やっぱり作ったものが大きく残る部分がやっぱりいいなと、自分がやった成果はなんか形として欲しいなっていう部分があったので、土木っていう職種にちょっと魅力を感じたっていうところですね。道路やってた時はやっぱりもうまず物が大きいの でもう作ってるものがものすごく規模が大きいので、やっぱり達成感ものすごくあるんですよね。もうどんどん現場できてくると、もう元の形わからなくなるくらい景色が変わるので、なんかそれでもうやった感がすごい出るんですけど、公園については現場はそんなに風景として変わるわけではないんですけど、さっき言ったように自分の好みを全面的にこうそこに投影できるのがいいかなと。道路はそう、先ほどもちょっと軽く触れたんですけど、企画みたいなのが結構決まっていて、あまり自分の好みらしい好みを反映できる部分って少ないんですけど、公園はその分こう自分の本当にこう、いや赤より青がいいなみたいな、そういうこう本当に自分の好みを全面的に押し出せるというか、そこが面白いなと思いますね。公園に関しては正直正解っていうものがなくて、やっぱり利用される人それぞれにとっていろんなこう見方をされているというか、その感じ方が違うので、こうすれば皆さんに喜んでもらえるっていう一つの正解がない部分があるので、やっぱり一人の方に良いと思われていても別な方にはその部分があまりこう好みに合わないとか、そういったことになってしまうので、ちょっとそういった一つの正解がない部分についてはなかなかこう頭を悩ませる部分かなと思いますね。とにかくもう周りの人と話をすることにしました。もう自分一人で考えても正解なんてないので、本当にいろんな人にどう思いますか、どう思いますかっていうのを、で幸い周りの方が私のようにこうまだ来たばっかりっていう方だけではなくて、もう数年公園関係に関わってる人とかもいらっしゃったので、そういった人になんかこういうことがあるんですけど、どう思いますかみたいなのをやっぱりいろいろ意見をもらうようにしましたね。自分のこう一人の考えにとらわれないようにっていうのを工夫しました。それはちょっとあまり想像がついてないですね。はい、
こう自分が将来何になってるかみたいなのを、申し訳ないんですけど、中高生の時にこうビジョンとしてはっきりあったっていうわけではなかったので、ちょっと今の自分っていうのはその頃多分想像もしてないと思いますね。まあ、恥ずかしいんですけど、やっぱり食ってなんとなくこう興味がそそられる部分で、生活にもものすごく自分の本当に普通に生活しても絶対当たり前に存在するコンテンツだと思うんですけど、食べるって。で、農学部ってやっぱり食べ物に関する部分なので、なんとなくこう学んでて実生活に直結する部分が楽しいかなと思って農学部を一応専攻はしたんですけど、土木という職業を選ぶ中でやっぱり農学部に進んでたおかげで、自分の中の壁は低かったか、ハードルは低かったかなと思いますね。やっぱり自分がなんか言い方的には悪いかもなんですけど、自分がこれでもしこう人文学部とか、 なんかその教育学部とかで文系の方に進んでいたらない選択肢だったんじゃないかなっていうのは今思いますね。そういう意味で今土木っていう仕事に関われているのは、その、大学で勉強してたことは違うかもなんですけど、そういう理系に関係する方向に進んでたので、少し自分への希望を受けようと思う部分でハードル差があったかなと思います。やっぱり入る前は現場の仕事でないっていうのは分かってはいたんですけど、実際に自分が重機を動かしたりだとか、ね、機械をこうガガガガってやったりだとかっていうのはやるっていうイメージはなかったんですけど、もう少し本当泥臭いイメージなのかなと思ったんですけど、至って普通の事務仕事とかを結構バリバリやっているので、そういう意味では思った以上に事務系の仕事もあるんだなと思いましたね。キャリアとしてはやっぱりいろんなことは経験したいなと思いますね。正直最初もう本当に割とずっと道路の関係の仕事に関わってしまって、もう自分の知識が道路にほぼほぼ埋め尽くされていて、で、今回今公園っていう新しい要素入ってきてっていうのがあるんですけど、別なことを経験することによっていろんな視点から物事が考えられるようになるので、一個の職種じゃないですけど、一個の仕事にとらわれないでなんかいろんな仕事に関われたらなっては思いますね。そうやって自分のなんかこうビジョンじゃないですけど、考えとかがもっと広がるといいかなと思いますね。私的には理系科目嫌いにならないでほしいなっていうのはあるんですよね。私理科系の科目が好きだった理由って、理科って生活に直結するんですよね。なんか結構理科で習うことって生活にめちゃめちゃ役立つ部分が多くて、あとそうだな、あと経験しておいた方がいいこと、なんかいろいろ遊べるうちに遊んでほしいですって思いますね。なんか仕事を始めて、お休みとかももちろん取れるんですけど、なんか遠くに行ったりとかってなかなかやっぱり時間の制限があって、こう思うようにできないことがやっぱり社会人になって多いなと思うので、ぜひ時間がたくさんある、もう本当春休みとか夏休みとかある間になんかいろんなところに行っていろんなことを経験してほしいなと思いますね。なんかいろいろアクティブに楽しんでほしいなと、あまり正直勉強ってやってたわけではないので、自分も本当に学生時代なんか部活中心で学校に何しに行ってたんだっていうくらい部活しかしてなかったんですけど、なんかそうやってアクティブにいろいろ経験したおかげでなんかいろいろ今そのアクティブがあったからこそ今その農学部に行ったけど土木にしちゃったっていうその思い切りみたいな部分があるのかなと思うので、なんかもうどんどんチャレンジできることはチャレンジしてほしいなと思います。はい。